セシル。聞こえてますよ。どうしました？アンチェインドを確保した。ついに。あなたにしては時間がかかったようですが、この程度なら、まあいいでしょう。ヨハン、こちらへ持ってきてください。分析完了。紛れもなくアンチェインドですね。この要領ならニヒリスターを終わらせられるか？それは全てあなたにかかっています。あなたがたった一発の弾丸で彼女を殺せるなら、はい、十分な要領でしょう。一発、そんな貴重なものを意味もなく無駄にするところだったな。どういう意味ですか？研究所でアークの指揮官にあった2家4機を連れた青2歳だったが、アンチェインドを2家の解放のために使いたいそうだ。それでどうしたんですか？頭を冷やせとラプチャーの海に投げてやったさ。あなたらしいですね。その指揮官、何を思っているのかは分かりませんが、ここの二家と一度でも関わることがあれば、妊婦がどれほど便利な発明品か気づくでしょうね。特にドロシーは、本当に面倒だわ。他の二家を動かして余計なことをするんですから。今回も、知ってます？私の同意もなく、エデンにお客さんを入れちゃったんですよ。客だと？はい。それも一人二人ではなく、五人も。そして、そのうちの一人は、あなたがラプチャーの餌にしたという指揮官だと思います。今、あなたが何を考えているか、わかりますよ。偶然の一致、にしては、あまりにも妙なところがありますよね。今回もドロシーのいたずらに付き合ってあげるかどうかは、もう少し見守ってから決めましょう。ようこそ。ここは楽園。公の名称は、地上基地エデン。そして私は、この基地のガイドです。気楽に、ドロシーと呼んでくださいね。楽園の試練に合格した方は、地上に新しい時代を呼び起こすための精鋭たちですから、当然知っていますよ。あまりプレッシャーに感じないでくださいね。誰もあなたの意思に反して重大な使命を負わせたりはしませんから。さあ、こちらへ。天気もいいので、まずは楽園の庭園に行きませんか？日差しが暖かいでしょう？ここの庭園には樹木93種、家畜13種をはじめとする様々な食用生物が生育しています。エデンは荒れ地の真ん中に作られた基地ですが、発展した遺伝子技術と栽培方法で、ラプチャー進行前の自然を再現したのです。召し上がってみます？どうですか？そうでしょう。アークには存在しない味でしょうから。お気に召したなら、こちらにいらっしゃる間に、いくらでも召し上がってくださいね。ここは、エデンの中央研究室です。エデンに来る途中で、ここに所属している3機のニケと会ったでしょう。
ヨハンと一緒にいた子たちです。お気づきかもしれませんが、みんな先端技術で制作されたピルグリムなのです。みんなこの場所でセシルの手によって誕生しました。はい、驚きでしょ。アークと比べても半世紀は進んでいる技術だそうです。同様に基地全体を透明化する光学迷彩技術もここで。最後にご覧いただくのはロビーです。基地全体を見渡すエデンの中枢になります。ちょうどノアとイサベルがインキュベーターで訓練中ですね。はい、アークのシミュレーションルームと似た概念の場所ですが、さらに細かな調整とより強力な仮想敵の作成が可能だそうです。より強力といっても一般のラプチャーとタイラント級くらいの差があるんですけどね。そうですね、そうせざるを得ないというのもありますが、エデンの住民はみんな自力で生きていける力を持たなければなりません。それは人間であるセシルやヨハンも同じ。そうすればあなたが暮らしている場所のように、多数の弱者が少数の強者を搾取することは起きませんから。やはり理解が早いですね。私が考える人間とニケが共に暮らす楽園というのは、力のバランスが取れた世界のことです。もちろんみんなそれぞれ定義は違うと思いますが、今日一日いかがでしたか。私がお見せした楽園は想像されていた楽園とどれくらい近かったのか、それが一番気になります。ということは、あなたの理想郷と一致したと理解してもいいでしょうか。それでしたら、もう少し大切な話に移れますね。ハランから聞いているかもしれませんが、私はずっとあなたがここに来るのを待っていたのです。あなただけが現在エデンが瀕している危機を打開できる唯一の鍵だと思っているからです。ヘレティック、そのうちの一人と交戦し勝利した経験がありますよね。いいえ、勝利です。どうであれ、モダニアという名前のヘレティックはもう存在しませんから。ですから単刀直入に申し上げます。人類に対する悪意で塗り固められたクイーンの精鋭の一人が今虎視眈々とエデンを狙いうろついています。コードネームニヒリスター。エデンは今まで計5回彼女と交戦し、5回とも膠着状態で終わりました。もちろんアンチェインドを確保した今少しは有利になりましたが、たった一発の弾丸にエデンの命運をかけるわけにはいきませんから。私の昔の友人たちから聞いた話だと、あなたは絶望的な状況でも何度も奇跡を起こしてきたそうですね。どうか私たちにあなたのその奇跡を分けていただきたいのです。その代わりにエデンはどんな対価もお支払いいたします。ハランから聞きましたが、あなたもアンチェインドを求めているそうですね。差し上げることができます。ただし
ご存知の通り、私たちが持っているアンチェインドは一つしかないので、それを保存してアークに持ち帰るのか、それともヘレティックを倒す過程で消費してしまうのかは、あなたの行動次第ということです。いいえ、彼はまだこの取引のことを知りません。ですが、その点はさほど心配いりませんよ。彼は私が説得しますから。それでどうしますか？何ですか？あ、あなたの仲間というと、もしかして先日基地にやってきた4名のお客様のことでしょうか？指揮官様、無事だったのね。私たち今度こそ指揮官様はもうダメだと。ハニー、本当に心配したんだから。怪我はない？私がふーってしてあげる。今、私の耳に息を吹きかけたの？はい、どこかからメギツネの鳴き声が聞こえたので、私の息で倒してあげようかなって思ったんです。ほんと呆れた。楽園の試練というものを受けました。うん、それも一人ずつね。あの盾を持ったおちびちゃんが突然自分を倒してから行けって言うのよ。試練もだけど、からかってくるのが本当腹立ったわ。私の試練は空を飛ぶ爆撃機だったの。すっごく辛かった。え、一体どうやって生き残ったの？危機の中で火力の奥義を極めたんですか？私たちだって敵じゃないんだから。同じ人間同士で試練だなんて、こんなことまでして人をふるいにかける必要があるの？まあ百歩譲って、自分たちの基地に優秀な人材だけを置きたいってのはわかるわよ。でもそこまでしておいて、結局言うことが助けてくださいだなんて、良心がないにも程があるでしょ。指揮官様も聞いたでしょ、あの提案。どうするつもり？正直断りたいよ。でもこれを断ったらもうアンチェインドを手に入れる方法がないでしょ。だからって真正面からエデンと戦うわけにもいかないし、指揮官様もそんな風に手に入れるのは嫌でしょ。じゃあもう決まりだね。はい、どっちにしてもヘレティックはいつか戦わなきゃならない敵ですよね。でも分かってて言ってるのよね。もし私たちが提案を飲んだら、あの性格の悪い指揮官と同じチームになるのよ。また師匠を建物の外に放り投げたらどうしましょう。決まってるでしょ、私たちがあいつをもっと遠くに投げ飛ばすのよ。スイングの練習が必要ですね。聞きましたよ、ついに決断されたそうですね。でしたら私もいい知らせをお伝えしなくては。私たちの取引に関してセシルの説得に成功しました。ヘレティック討伐作戦も明日に決まりましたよ。はい、そっちの方が早いと思ったんです。基本的にセシルが決定を下せば指揮官、
いえ、ヨハンも受け入れるので、作戦時に若干のいざこざはあるかもしれませんが、その時は私が率先して仲裁するので、あまりご心配なさらず。では、信頼の証として、これを先に差し上げます。覚えておいてください。最初の弾丸がアンチェインドです。撃つタイミングには、くれぐれもご注意を。本当に大丈夫なの？こんな風にアンチェインドを私たちに預けちゃって。ほら、夜中に私たちがこれを持って逃げ出しちゃうかもしれないでしょ？どうでしょう。私の目には、皆さんそのようなことをする方には見えませんが、それに、万が一そのようなことになったとしても、私たちには、マッハで空を駆ける追跡者がいますから。私は今まで彼女が追跡に失敗したのを見たことがありません。でしたら、私の目に狂いはありませんでしたね。明日の作戦については、あまり心配しないでください。エデンはヘレティックに勝ったこともありませんが、負けたこともありませんから。ここに、あなたという予想外の要因が加われば、完璧な勝利を収められるでしょう。